はい、どうも、こんにちは。イケケンチャンネルです。はい、今回もイケケンの楽天モバイル、楽天アンリミット情報をお伝えしてまいります。昨日の動画ね、僕のチャンネルから、昨日の動画の、これだな。こういってたね、楽天モバイルのこの関連の動画ですね。ちょっと見てみます。楽天モバイルで何?楽天リンクアプリ経由でも着信履歴から折り返し発信すると通話料金がかかるということで、ちょっと僕、視聴者のコメントから、僕こういう風な感じで受け取れるコメントだったもんで、でもそういうことあんのかな、ないよなと思いつつも、こういう風な動画を出しました。で、それに対してね、多分コメントをたくさん来たんですけど、19件コメントになってますけど、そのうち、この、動画のタイトルにするためのネタの、そのネタ元の方からもコメント来てるので、ちょっとね、それ見て、ちょっとね、言い方間違えたというか、こういう風な感じだったんですってコメントありましたんで、ちょっと見ていきたいと思います。で、並べ替えて、一応新しい順にして、また古いやつでいきますね。はい。で、ちょっとね、その田中みな実さんって、方からなんですが、先にこの方のね、コメントを先読ませていただきます。こんばんは。けけんさん、うまく伝わらなかったようで、誤解させてしまい申し訳ありませんと。で、誤解させてしまったというのは、ステータスバーに表示された着信履歴を見て、慌てて折り返し電話をした時に課金されていたように思いますと。で、そもそもスマホに着信するときは、楽天リンクアプリを通してかかってきますよねと。で、その思い込みがあったため、着信履歴がステータスバーにあったので、誰から着信したのか詳細見て、そのまま折り返し電話をしましたと。で、それが課金された理由かと思いますと。で、要は、ステータスバーから折り返すと、こちらは気づかないで、デフォルトで電話を折り返していたと。本人は楽天リンクからかけているとばかり思っていました。で、それを知って、まるで楽天さんの落とし穴にでもハマったような気分になりますけど、ですから、楽天リンクアプリを開いて、着信履歴から折り返した場合には、問題なく通話料はかからないと思いますということで、今回の一番言いたいことはこれですね。楽天リンクアプリ開いて、そこの着信履歴から折り返ししたときは、通話料かからないと。そういうことですね。で、それを知り、デフォルトで発着信しないようにできないものかと模索しましたが、それは私の Android ではなすすべがないようでしたと。で、発信しないようにデフォルト電話はフォルダーに入れて違うページに置いていますと。現状、自分で注意するしかないのかなとね、発信するときは おっかなびっくりだったりしますということで、長文失礼いたしましたということで、ありがとうございます。はい。こんな感じですよ。昨日僕動画出した、楽天リンクアプリ経由でも着信履歴から折り返し発信すると通話料金がかかるということで、これは誤りであると。楽天リンクアプリ経由だと多分大丈夫。で、楽天リンクアプリじゃなくて、要はステータスバーに出てきたところから、そのままこうポンポンって押したら、デフォルト電話からかけてしまう仕様になってるんで、ちょっとスマホによりけりかもしれないですけど、その時にちょっと通話料金かかる可能性がありますんで、そこ皆さんお気をつけください。ここの上の方でね、ここに書いてありますけど、たけしさんね、ここにも書いてある、スマホの通知領域から折り返しかけるとデフォルトからかかりますよということでね、ありがとうございます。これがありますんで、ちょっと気をつけてくださいね。多分ね、僕も、こういう動画取り扱ってる僕も、多分間違えると思いますんでね、皆さんちょっと、注意喚起じゃないけど、ちょっとね、お気をつけください。じゃあちょっと古い方から、また行きますんで、よろしくお願いします。はい。大黒天神さんね、ありがとうございます。はい。今、話したコメントを参考にしてね、他の方のコメントちょっと見てみてください。ということで、大黒天神さん、こうなってくると標準電話アプリでもかけ放題の日本通信、合理的かけ放題プランにするしかないですね。はい、ありがとうございます。そうなんですよ。ここに書いてあるんだけど、標準電話アプリでかけ放題の日本通信の合理的かけ放題プランね、僕も動画出しましたけど、概要欄にリンク貼っておきましょうか。要はね、さっきも言ったように、なんというか、まずスマホ初心者の人とか必ず間違えるよね。初心者じゃなくても、さっきの田中みな実さんとかはスマホ初心者じゃないと思いますが、それでも、
間違えるっていうか、気をつけてないと有料になってしまう可能性がある、そういう事象っていうか、押してしまいますよね。ステータスバイからね、パッとね、通知来たって言って、誰かなって言ってポンって押して、じゃあもうそのままかけるかってなりますよね。でそれがまさかデフォルト電話からかけて通話かかるとか、通話料金かかるって普通思わないですよね。なもんでね、まあそういうような、まあ、使い勝手、総合的な使い勝手も含めて、まあその楽天以外のところでも、まあそういうアプリ使う、アプリ経由のところって、まあそういうことになる可能性があるんで、まあそういう可能性のない、まあ日本通信の合理的かけ放題プラン、まあこれはある意味初心者向けじゃないですけど、例えばシニアの方とかが初めてスマホをこう持つときに、まあメールとか LINE とかねを駆使するだったら、まだしもその今までそのガラケーとか使ってて、まあ結構まあ電話魔じゃないですけど、電話よくされてる方はこっちの合理的書き放題プランに行った方が、まあ分かりやすいというか、間違いにくいというかね、の方がいいかもしれないですね。無駄がないですからね、ここね。まあ書き放題はまず絶対ついてるってことを一つと、あとは1ギガ単位で、こう使った分だけ、こうどん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 値段が上がってくる。逆に言うと使わないと値段は上がらないっていうね。で、確か繰り越しもしないんだけど、まあ要は値段上がらないからね。ここ何ギガまで使うかもしれないですっていう、そういう申告もするけど、結局例えば30ギガとかって言ってても、1ギガしか使わなかったら1ギガ分の値段しかね引かれないんでね、すごく理にかなってるプランなんで、まあこういう辺がちょっと少し要注目かもしれないですね。続きまして、新快速さん、ありがとうございます。慌てて標準中は通話アプリから19分、通話した履歴がある着歴はテストしますね、ってことでありがとうございます。なるほど、標準通話アプリから19分、なんでしょうね。新快速さんもまあデフォルトからっていうか、まあステータスバーっていうかね、通知領域からもしかしたら電話したかもしれないし、まあ19分は結構ね、僕からするとちょっと長電話なので、まあ何かすごくこう重要な電話だったような気するんでね、どうなんだろう、これ記憶にあるよね、あるかなと思うんですけどね、ちょっとまたね、新快速さんの続報を聞きたいですね。あ、続きまして、おカステラおじさんだ、どうもどうもありがとうございます。いやカステラさん元気かなカステラさんのライブに遊びに行きたいなカステラさん、アップお疲れ様ですと。でちなみに私はリンクアプリの着信履歴から発信しても問題なく楽天回線です。あーそうですね、発信する際に楽天回線だとメロディーが流れますので、都度確認しないとですね。あーなるほど、そういうことか。カステラさんも楽天リンク使ってらっしゃると。この発信する際に楽天回線だとメロディーが流れる、これで分かりやすいですよね。うん、都度確認しないとですね、ということで、うん、これすごく分かりやすいかなというふうに思います。逆に言うとメドリーに流れないと楽天回線じゃないのかなっていうかね、何かこうあれいつもと違うなっていうふうに気づくと思いますので、そういうところでもね、何か今までと違うことをやってる可能性があると思うんですよ。まあこういうふうな感じで、例えばカステラさんみたいに何かいつもこうやってる時にかかる音楽でパッとわかるっていうの、これいいですよね。ありがとうございます。続きましてぴょんちゃんさんね、ありがとうございます。うっかり標準電話アプリでかけてしまうことがないようにする対策として、 Android 端末の標準電話アプリの設定からプレフィックス不要設定で存在しないプレフィックス番号などを、設定しておくと、かけても現在存在しませんとなるのでいいですよ。おお、これいいですね。で、母が楽天モバイルにしたのに標準電話アプリでずっとかけてしまい、8000も請求が来てからそのようにしています。これ皆さんちょっとどうすっかな、これもう一回動画撮り直そうかなこれだけでね動画になると思いますんで、じゃあちょっとこの動画終わったら、このぴょんちゃんさんのとカステラおじさんのも分かりやすいかな、この2つセットにして、とりあえずね、音楽でメロディー流れて楽天回線ってことを確認するっていうこととか、標準電話アプリでかけてこのプレフィックス不要設定で、とかね、ちょっとやってみましょうかね。はい、ありがとうございます。そうそう、こういうこと、こういうこと、
こういうのを僕の動画見るのもいいんですけど、よかったらコメント欄もね、最近その、まあ、コメント返信雑談じゃないけど、そういうことしてるからコメント多くなってるから、結構有益な情報出てきてるんで、一回動画見た時にはコメント多分ね、あんま出てないんですよ。で、一日経つと、まあ大体、まあ僕の動画、見てくれる方が、まあある程度揃ってくるので、その時にコメント結構来るから、まあ2回見ろとは言わないけどね。まあ僕は1人の方が2回見てくれればありがたいんですが、まあそんな感じで、何かの表紙にね、またこう、ちょっとコメント欄を見ていただいたら、何か気づきがあると思いますね。例えばそのカセラおじさんとか、ぴょんちゃんさんとか、こうやって僕今、いいね押したから5とかなってますけど、逆に言うと僕以外の人4人がいいねって押してるってことじゃないですか。ってことはこのコメントを見てあ、これすごく参考になったなとか、いいコメントだなって思って多分いいね押してると思いますんで、だいたいこういうふうにいいねのね、ついてるコメントは多分有益な情報だと思いますんでね。そんな感じでまた皆さんよろしくお願いします。続きましてゆいゆいさんね、ありがとうございます。前回コメントさせていただきましたと。で、 Android スマホではセキュリティの関係上、ありましたね、 Google による電話番号の再確認が行われ、デフォルトの設定では通信料が発生する件ですが、これ YouTube のヤンヤンさんの動画ね、で、具体的な設定の仕方説明されていますということで、別動画でもね、局番なしで発信した場合の、海外へ発信されてしまうケースが紹介されていますということでね、そんな感じでありがとうございます。はい、続きまして野田翔太さんね、ありがとうございます。こんにちはということですね。楽天携帯回線からはリンクアプリに着信しますが、固定回線からは通常の電話アプリに着信しますと。で、固定回線からの着信は通常アプリとリンクアプリ両方に着信履歴が残りますと。で、携帯はリンクアプリのみに履歴が残ります。で、一部の方はこの仕様を知らず、通話アプリの履歴から折り返して通話料が発生しているのかも。わかりやすい。そういうことか。なるほど。相手方がもし固定回線からかけてきた時に、通常の電話アプリに着信すると。で、結局着信することに関してはお金かからないじゃないですか。なんだけど、着信履歴からどうしてもかけてしまいますよね。その固定電話からの着信の時に通常アプリにね、紐づくじゃないけどね、最初に話したそのコメントの通り、ステータスバーとかその通知バーのとこからなっちゃうんでね、結局デフォルトアプリから発信してしまうってことなんですよね。それでお金かかんのか。これだとすごい理にかなってるっていうか、多分そういうことだと思います。これだったら、まあ皆さんの事象を、ちょっと多分そういうことだろうなっていうふうに、まあ推測できますね。まあなおのこと気をつけないといけないね。これ、やっぱ仕様だっていうことでしょ。これどうにかなんないんですかね。で、さっきのそのプレフィックスのね、結局存在しない番号を当てて、とりあえず標準アプリ、通話アプリからもう発信できないようにするっていうね、もうそういう対策しかなさそうですね、これね。ありがとうございます。続きまして、野原博さんね、ありがとうございます。楽天モバイル請求でツイッター検索するだけでも被害者が山のようね。わしも数十秒の通話時間に5000円近い請求が来たので、なんだこれ。理由を求めても一切の説明なく、請求額は会社の最終回答ですからを繰り返すばかりで話にならないと。で、そもそも、マイ楽天モバイルで確認しても全部ね、楽天リンク発信なのにそこはさらっとスルーするしますと。で、少しでも話が込み入ってくると、調査して担当部署から電話しますと丸投げされて3ヶ月目ということで、ありがとうございます。めちゃくちゃですね。これはめちゃくちゃですね。まあ僕も、まあ野原博さんにこう教えていただいて、ツイッターでね、楽天モバイルで不正請求とか請求って検索すると、まあ、いわゆる被害者の会ができるぐらいに、まあめちゃくちゃね、まあこういう風な感じの理不尽なね、回答されたとか、まあいろいろ出てくるわけですよ。まあやっぱ楽天モバイル、だいぶね、百何十万人かな、200万人かな、ちょっとわかんないですけど、契約者増えてる分、
そこで、まあ普通は、まあより良いサービスってことで、そういうところを潰してくるんですけど、まあ今ここのコメントをそのままね、鵜呑みにすると、請求額は会社の最終回答ですっていう、まずそこのスタンスですよね。自社の不具合をまず疑ってかからないんですよね。ここの体質って全部それだからね。ね、今までの事象ほぼ全て全部それだから会社のね体質なんですよね。もう1円スマホの、ね、楽天ミニとかね、ああいうやつのいろいろあったじゃないですか、問題が、まあ、技的問題とかね、あれも自社の都合を優先でそのルールみたいなものにのっとってないっていうね。で、思い込みっていうか、そうであろうとかね、そこは問題ではないと思ったとか、そういう自己都合でね、何か、そんな感じでこう、自分の流れで通していって、まあ本当はね、まあ罰金とかないしね、まあ業務改善命令とか、もっときついお仕置きがあるかなと思ったけど、まあ注意喚起ぐらい、注意かなぐらいしかね、今のところ、何もできないからね、なんというかね、ちょっとどうなんだろうってね、もうちょっと総務省がバッとこう強くね言って、それこそ業務停止とか命令とか業務改善命令とかね、そういうようなことできないのかなと思ったりするぐらい、まあ老いたするじゃないですか。まあそういう体質なんですよね、うん、あんまりそういうことを悪くね言いたくないんですが、はっきり言ってそういう体質ですね。だからここはまあなかなかね、体質だからすぐに治らないと思いますけど、でもまあ治していただかないとっていうことと、あの治るんですよ、治る見込みあると思うんで、まあ僕は悪いと思うところは悪いと言って、で直していただきたいなというふうに思います。はい、これは厳しいでしょ、丸投げされて3ヶ月これは厳しいでしょ。まあ僕も例えばそこまでねこう影響力あるか分かんないですけど、僕も例えば楽天の動画とか出すと、まあ適当に2000回とか3000回とか見られるとするじゃないですか、まあ、そしたらまあ適当に 2,3000 人の方が見てるということなんで、まあ思い込みじゃないですけど、まあそういうふうなこともあるのかもしれないっていうか、まあ情報の取捨選択じゃないですけど、まあ選択するうちの一つにこういうような情報があって、僕がそういう動画を取り上げると、うん、そういう先入観出てくるじゃないですか。だからあんまり出したくないんですが、まあ実際はあのこうやって楽天モバイル請求でツイッター検索したりすると、まあ、かなり出てきますんで、まあ興味のある方はちょっとね見てみてもいいかもしれないですね。うん、まあ外野でねこうなんていうかね、だから楽天モバイルはダメなんだとかっていうのは簡単なんで、まあそういうことじゃなくてね、まあ内野っていうか、まあ自分も使ってるけども何か、まあ、不具合っていうか、理不尽な対応された時に他にもそういう人いないのかなとかね、そういう系の情報を欲してる時はツイッターで検索するとかなりの確率で似たような人がいると思いますんでね。まあ被害者の会じゃないですけど、そういうのもいいかもしれない。うん、でまあ実際に訴えるとかっていうほどの額でもないから何とも言えないんですが、まあそういう時だからこそ、まあ僕みたいな人がいたら、まあ、みんなで、まあ、ライブなり動画にコメントなりで、一人一人の発信力ってすごくね、まあ正直なところ弱いけども、それがやっぱ100人とかね、50人とか100人とかそういう風な感じでこう集まってくると、まあさすがにそこはあの楽天モバイルさんも無限にできないっていうかね、それそのままほっといたらそういう風な情報がそのまま一人歩きして、やっぱ会社のイメージ悪いままずっと行きますんでね、多分そこをケアしてくれると思いますんで、そういうところからちょっと影響力じゃないけど、まあ正しい方向に向かっていってほしいなというふうに思いました。はい、だから逆に言うと今後もこういう情報は取り上げます。こうチクチクね、嫌味的な感じの動画じゃなくて、一応まあさらりと動画出しますんでね。まああとそういうことを出した後っていうかね、まあカウンターバランスじゃないですけど、バランス取ってまあいいことっていうかね、そういうこともまあ何か取り上げたいなというふうに思いますと。続きまして、お食事券さんね、ありがとうございます。絶対勘違いだと思うけどなと。で、わし先月10時間ぐらい通話したけど、必ずリンクアプリから通話したから請求0円やったでと。で、履歴から折り返すとデフォルトアプリでの発信になるから気をつけてたわ。ああ、ありがとうございます。多分、お食事券さんもそうなんですけど、その履歴も、あの、楽天リンクからの履歴だと全然大丈夫と。通知バーとかね、そういうところからの履歴、まあ、もしくは、他の方もあると思うんだけど、楽天リンクアプリ使ってる割には、デフォルトの電話のアプリも、そのまま、まあ、トップページっていうかね、に出してて、
で、それで間違って手押してっていう可能性もあるんでね、そこはヒューマンエラーになる可能性あるから、まあ、そこ気をつければっていうところですね。はい、ありがとうございます。続きまして佐藤拓馬さんね、ありがとうございます。通話履歴はデフォルトと楽天リンクの両方に残るようです。で、Redmi 9S ではそうなっていますと。で、着信履歴のページにも両方記載記録されています。仕様が違いますのではっきりわかりますよと。で、また履歴の確認をアプリで確認すれば間違いないです。で、私も着歴からいつも返信していますが、一度も料金がかかったことはありません。で、皆さんデフォルトのアイコンを違うページに置けば間違えることはないのではということで、リンクアプリ内で確認して発信すればいいのですよと。うん、ありがとうございます。僕と一緒のことをやってますね。デフォルトのアプリを消すか、もしくはその楽天リンクのアプリついてるところから違うところに入れておけば、間違ってね、押すことは多分なくなると思いますんでね。まあ、もし押そうとしても、まあ、僕は楽天リンクのアプリ左下に、固定のね、下の方のうちの左下の方に置いてますんで、でもここに電話アプリあったわ。僕いつもここに楽天リンクは左下に置いてるんですよ。で、ここに普通のデフォルトの電話のアプリあるんですけど、一応僕ここの下段の分しか使わないって決めてるから、まあそういうような感じでね、まあもう実際これももう次のページとかに、まあ、飛ばすとかね、そういうことしててもいいかもしれないですね。もう何だったらこれ、まあ消してもいいんだけど、これでしかかけられない番号とかあるんで、一応念のためね、そのままにしてるんですよ。まあそういう感じですよね。ありがとうございます。はい、続きまして、安則さんね。はい、私も身に覚えのない請求がありましたと。で、着信履歴からかけ直して、で、料金というのをこちらで聞いて思い当たる節があります。2000以上払って泣き寝入りしていますと。5月分ぐらいの請求でしたかということで、ありがとうございます。2000円はでかいね、これはね。30秒20円だから、うん、これそれの100倍か、結構大きいですね。まあ電話ってね、まあ、話の内容にもよるけど、まあ結構時間過ぎるの早いからね。まあ本当、まあ、この動画、このコメントとかね、この動画とか見て、やっぱ皆さんね、ちょっと注意喚起じゃないですけど、まあみんなで気をつけましょうってね、そんな感じです。はい、続きまして、陳海速さんね、着歴発信テストしましたと。楽天リンクの着歴からだと、正常に楽天リンクによる発信ができました。で、これ、アドレスに関係、アドレス上にある関係なし、ね、あるなしな、関係なくだから、要は、電話番号だけのところから、発信したとしても、着歴からはちゃんと大丈夫。ごく稀に、標準電話アプリに着信履歴が残ることがある。で、括弧楽天リンクにも残っていることもある。これが先ほどね、どなたかのコメントあったけど、固定電話から電話かかってきた時に、もしかしたら標準電話アプリに着歴残ることがあるっていう、そういうことかもしれないですね。はい、ありがとうございます。はい、続きまして J2 さんね、着信履歴から折り返し電話で楽天リンクから外れるとしたら危なすぎて電話かけれなくなりますねってことでね。一応ね、それではないってことを最初の方にね、お伝えしましたけど、もしこれだったらね、ほんとね、電話かけれなくなるからね、そういうことなんですよ。さすがにそこはなかったねってことね。一つ、今回の動画でお伝えしております。はい、続きまして長谷川誠さんね、使い始めは普通に着信履歴から発信していました。楽天リンクアプリの着信履歴から発信しなければダメなんですと。うん、そういうことですね。うん、この方の言ってることがまさしくそうで、楽天リンクアプリの着信履歴から発信すれば逆に大丈夫なんだけど、普通に着信履歴から発信してる、まあ要は多分デフォルトの方からだと思うんですけど、これだと完全に要は楽天リンクのアプリ通してなくなりますんでね。まあ最初の功労はわからないこともあるかもしれないですよね。うん。はい。続きまして、ひよたんさんね、ありがとうございます。私も7月に22円請求と。で、明細を見たら、通話先の電話番号は自分の電話番号で、あれ自分の電話番号で11秒の通話でした。よくわかんないわ、これ。で、問い合わせるのも面倒なんで、そのまま払いましたが、自分に通話とかこんなことあります
これは ちょっとね、思わず笑ってしまいますけど、これって楽天さん、これって明らかに誤作動っていうかじゃないですかな。なんで楽天アンリミットの、まあ、SIM で通話するとして、その番号が自分の電話番号なんでしょうか。よくわかんない。この自分の電話番号っていうのが、その自分の他のね、セカンド携帯とかそういうことだったり、まあ自宅の実家とか自宅とかの家電とかの可能性もあるけど、この文面かとすると多分楽天アンリミットのその SIM の電話番号を付与した、そこの電話番号に自分の電話番号でかけてるみたいな、そんなことかもしれませんね。これ絶対に誤作動でしょっていうね。この方も呆れてる。呆れてますよね、これね。ね、問い合わせるものも面倒なんでそのまま払いましたが、自分に通話とかこんなことありますっていうね。ちょっと楽天さんね、本当ね、なんだろうな、ヒューマンエラー的なこともそうなんですけど、ソフトウェア大丈夫なんでしょうかねっていうところを、今一度点検した方がいいっていうか、まあ、大丈夫じゃないんじゃないかと思うんですよね。これはちょっと僕昨日のライブとかでも言ったんだけど、まあ例えば楽天リンクのアプリとかもそうなんですけど、本当にちゃんと作り込んでるのかな、なんかこういうこと言うとね、お前知らないのに何言ってんだって言われるかもしれないけど、これ本当に作り込んでるのかな、なんでこういうようなこう事象になるのかっていうか、今までのね、キャリアの、まあキャリアじゃなくて MVNO でもそうですけど、そういうところからこういうような苦情っていうかありましたっけ、あんま聞いたことないんですよね。そういうのがこうどんどん出てくるってどういうことなんだっていうのがちょっとありますね。はい、ありがとうございます。続きまして、パルコンさんかな、ありがとうございます。楽天からの請求で、自分もイギリスから SMS の、ね、100円の請求がありましたと。でアプリの履歴やSMS の履歴調べましたが、該当する履歴はなく問い合わせしようと思いましたが、唯一思い当たるのがイギリスの履歴あたりの日に Xiaomi Note 9S、 Redmi Note 9S か、 A 楽天 SIM を入れ動作させ Xiaomi のアカウントにログインしましたと。で Xiaomi 端末で Xiaomi のアカウントにログインする際はシャオミから確認の SMS が送信されますと。で、昔からシャオミの端末を よく使用していましたが、以前のキャリアでも SMS 海外という項目で請求されていたので、それと同じかもしれないと思い、様子見することにしましたと。で、今はもう別の端末ね、ワンプラスって書いてあるけどね、を使用しているので、同じようにイギリスの、請求が来れば別の原因があると思うので、注意しておくようにしますということで、 ありがとうございます。なるほど、じゃあまたもしかしたらね、パルコンさんから、その後ねまたコメントもしかしたらくださるかもしれないので、ね、これ他の端末でももしこうだったら Xiaomi のアカウントログインっていうことの事象っていうか、それが原因ではないってことになると思うんですけど、そうじゃなかったとしたら意外と皆さんね、 Xiaomi の端末に入れてる方もいると思いますんで、もしかしたらね、イギリスとかね、そういうのね、これからあるかもしれないですね。コメントありますね、ここにね。オッサムですね、さんね、このね。シャオミ端末の、ミクラウドで、ログイン認証が44774で始まる英国宛て国際 SMS の発信だっていうことと。で、それなら楽天 SIM 使って、自ら国際 SMS 通信、送信ね、しているということでしょうねということで、国際 SMS 送信料を請求されても仕方ないかなということでね、ありがとうございます。うん、結構ねこれの可能性あるかもしれないなと思いましたね。うん、シャオミのシャオミクラウドってね、シャオミアカウント、そこにこうログインするときにこう SMS で確認のということで、国際 SMS 料送信料かかってるかもしれないんでね、これも要チェックっていうか、まあ皆さんちょっとお気をつけください。はい、それからこれ最後だな、キングカズカズさんで、ね、ありがとうございます。7月に料金が発生したものはリンクアプリとデフォルトアプリの両方に履歴が残っていました。で、記憶では確か着信履歴からね、電話した気がします。
で、いっそのことを頭に何桁かの数字をつけて発信するような設定にすれば、あ、これさっきのプレフィックスですけどね。で、楽天に問い合わせしても調べてから返答するということで終わりましたが、未だに返答ありませんということでね、ありがとうございます。うん。やっぱりこれですね。で、やっぱここにね、リンクアプリとデフォルトアプリの両方に履歴が残っているっていうのは、やっぱりもしかしたら相手方が固定電話の可能性があるということですかね。で、ここで着信履歴から電話した気がしますと。ということでお伝えしてまいりました。うん。この動画でもね、お伝えしますし、ちょっとこの、ま、対策としてね、プレフィックス番号を付与にして、デフォルトアプリにね。で、強制的にかけれないようにするっていうやり方で、まあ、これに対応するっていうやり方もあるけど、僕さっきその楽天リンクのアプリと、まあ、デフォルトアプリも残してたっていうのは、楽天リンクアプリではかけられない番号があるわけですよ。で、そこにかける可能性っていうのは限りなくゼロに近いんだけど、もしかしたらあるかもしれないと、緊急を要するときに。だから、デフォルトの電話番号アプリも残してるんですけども、ちゃんとそういうことね、あっても、ちゃんとこう気づいて、これアプリを、まあ、あっちこっちっていうか、変えられる人はそれでいいんですけど、もしそうじゃなかったら、こういうふうにプレフィックス付与して、何か対策した方がいいかもしれないですね。ちょっとまたそれのね、動画ね、作れたらちょっと作ってみたいと思いますので、またよろしくお願いします。はい。じゃあ、ということで皆さん、今回の動画は以上です。この動画参考になりましたら、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい。ということで、機嫌でした。ではまた。